はい、皆さんこんにちは。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はまた偶然見かけたシリーズでね、まあ偶然ってなんかちょっとこの辺走った時にね、ちらっとパッと思い浮かんだのがね、確か三木高校の辺にね、何か池あったな思ってね。だからまあ意図はしてなかったんですけど、ちょっと通りがかりに見てみたらね、水田がちょっと咲いてました。はい、これがその状態ですね。はい、ということでね、本日も最後までよろしくお願いします。ちょっとこの周りね、ちょっともう高校の前やからね、まあまあちょっとだけ車止めらしてもうてね。はい、まあちょっと変わっとるね、これ。なんか葉っぱの端っこの方が上に上がっとるやつ、あれは火に焼けてんのかな。で、向こう側に見えるのがまあ三木高校ですからね。ここは誰か人の敷地かな、ちょっと分かれへん。これは何家というのかな、ちょっと分かれへんから、後でまた帰って調べてみますね。葉っぱの端がめくれ上がってるからね、これは羊草かな、ちょっと分かりませんね。あの端っこの方ちょっと近くで見てみよし。今日は終業式なのかな、なんか親が両家、ここはあんまり咲いてないしゃくで、ああいう風に額縁みたいなのがあるから羊草かもしれんっていう。はい、ちょっと切ります。はい、何かね、この花の形状、映ってるかな、この花の形状からしてね、ちょっと水田にしてはね、あの花びらの数が少ないと思うんですよね。したがって羊草ではないだろうかと思われるわ。これまた間違っとったら言うてくださいね。私植物博士じゃないから分からへんのでね。皆さんのお知恵が頼りですから。ね、あの辺に咲いてるやつ買って。なんていうのかな。羊草の一つの特徴としては、下に額みたいなのがあるっていう感じがなんかな、ちょっと私も分からへんねんけど、また皆さんちょうどと言ってくださいね。ちょっとね、花びらの下にね、額っぽいのが目立つのがね、これなんかもなんかそんなもんがありそうでしょう。ただこっち側はちょっと分かりませんね。もしかしたら水田かもしれない、まあ、この辺の境界っていうか、これが難しくてね。はい、という感じでね、本日もね、ご視聴いただきありがとうございました。今日は三木高校近くの池でね、ちょっと水田というか羊草を見かけましたんでね、どっちか分かりません。知ってる方はまた教えてください。それでまたね、状況をちょっと映しに来ました。またね、こういう池思い出してはちょっと訪ねてみたいと思います。はい、それでは本日もね、ご視聴いただきありがとうございました。またよろしければ高評価とね、チャンネル登録いただければ幸いです。ではまたお会いしたいですね。よろしくお願いします。